歌手の中尾美恵73が22日放送のトキオムックス5時に夢中月金曜午後時に自宅からリモート出演した。番組では昨年6月28日の加藤茶77がゲスト出演した場面を再放送。さまざまな芸能界の歴史を共に振り返った VTR を見た中尾は、去年でしょこれ、加藤ちゃんが元気になって本当に良かったと思う。一時期あの人本当にダメかと思ったもんと本音を漏らした。さらによく生き延びた、いい奥さんもらったわよね、奥さんのおかげですよ、こんなに元気になると思えなかった、本当嬉しいですと加藤の45歳年下の妻綾菜さんを褒めたたえた。一方でアシスタントの3つ、マングローブ44は加藤さんのお話になる中で、3月に亡くなった志村けんさんのお話というのは必然的に出てくるわけで、この1年で全く違う状況になっちゃったとしみじみと話していた。